お疲れちゃんスラットです。今日はですね、現在爆流行りしているこちらのロケ法ドリルやっていきます。はい、ということで、まあ、シーズン終わったんですけども、まあ、そのシーズン終了はね、世界2位フィニッシュのモハメド・ライトであったりだとか、本当ね、他のプレイヤールーカスとかも海外モサがね、ほぼ全員使ってたんじゃないでしょうか。こちらドリル、僕もね使ってました。はい、やっていこうと思います。ちなみに前シーズンの世界1位フィニッシュは、おっと、サンドボックス来た韓国プロです。はい、この人も一桁フィニッシュいたかな、一桁か、まあ、二桁は本当十何位とかのゾーンの人ですね。はい、で前期世界1位は一応ロイジャイでしたね。はい、限界突破ロイを使っての1位で、まあロイかロケコかですかね。前シーズンやっぱ多かったのは、まあ、ババもいましたけど、マスケも、まあ、いないことはないぐらい、でも圧倒的数が違いましたね。はい、ということで、あれ、これ本物か、まあ本物か偽物かわかんないんですけども、やっていこう。まあやっぱね、ロケコ強いっていうか、もう強すぎる。なんかイカれてるっすね。あ、これ迫撃限界突破を試してるんじゃないのか。なんか思ったほど強くないっていう感じの評価ですかね、今のところ全体的には。そんなパッとしてるイメージはないんですけど、可能性はちょっとありそうっていうことで、まあ、みんな試してる段階ですかね。はい、さあ、これはキング起動がありそうですね。よいしょー、いやー美味しいですよね。さあ、マスカといったところで、まあ、ドリルで攻めながらね、このデッキはドリルに対してユニットが出てくると思うので、まあ、すぐロケコで射抜いていくっていうのがセオリーかなと。で、まあ、限界突破ロケコを出したいんですけど、まあ、ちょっとキング起動もされたくないよねっていうので、まあされちゃうんですけどね、結局、まあ、されたらされたで、これは警戒されそう。してこない、してこないなら出せばよかったやんっていう話ですよね。よいしょ、まあちょっと変なとこに飛んだんですけど、ドリル、まあ、あのドリルで迫撃を一応竹取れるっていうメリットもちょっとある。うっ、さあ、これボム奥がめっちゃ悩むんですけど、お、来た、変なの、変なのって言うとあれだけど、さあ、あれ一回竹取られちゃうとゴブリンがタワーに殴っちゃうんで、ちょっとそこだけ気をつけたいですね。飛んでくるのが早いっていうのが、でもこれロキコでさ、めっちゃ入らん、いや、めっちゃ入るんです。しかもこの強制ロケコ取るね、もう一発、うーい、いやーやば、だってロケコでどんだけ削んねんって話じゃん、本当に。いや、やばいんですよ、本気で。そのまあ迫撃がね強いのかもしんない、弱いかもしんないんですし、まあ、ロイが強いだとかあるんですけど、そんなん抜いてロケコだけは本当に強い。今のロケコでぶっちゃけ2000削ってるわけですから。でこの相手もね、多分本物っぽいんですけどね、本物だと韓国のバケモンですけど、このロケコが強いことによって耐えれてはいる。もうそっち向くんかいっていうね、ちょっと攻めようか。いや、ロケコ辛そう。いや、しかもこれ限界突破来たんで、狙っていける。まあ、これは壊したい。相手の限界突破撃はね、ちょっとだけ怖い。さあ、このゴブリンがジミニアである。これウッド系ないんで、しっかりね。あ、なんかゴブリンだけ飛んで嫌だな。めちゃめちゃ。いや、でもロッキーコのおかげで勝てそう。限界突破撃、意外と守りやすい。どうだ。わかんない。いやー、素晴らしい。あ、でもあれ、さすがにね、あー、もうそれ素晴らしいっすよね。もう警戒、さすがとしか言えない。でもロケコ一発、あ、撃たんのかい。撃てや。ちょっとサンドボックスはね、やだ、普通にバケモンプレイヤーなんで頑張って勝ちたい。俺のドリルの位置が変なのは、まあ本当に言わないです。ただただ変なだけです。いや、マジでなんか超俺の指が言うこと聞かん、あっちに行く。あそこに飛ばすメリットはマジでないっす、正直。なんもないっす、正直。なんもないけど、はい、ここですね。まあ、ロケコ
まあ、タイブレイクでワンチャン逃げ切れそう。このドリルのね。いやーロケコー相手から来たらうざそう。でまあトルネがさすがにね、よいしょ。いやーロケコーよロケコー。さあ本物であればゼシーザってシーズン終了の前日とかに、前々日か、世界1位2位とかいましたからね。さあグッドゲーム。まあ迫撃疲れてまあちょっと嫌ですけど、なんか恐れるほどではなかったね。さあプロフィール世界1位バッジついてる。あー9位持ってるね。いやさすがに本物っすね。はい、韓国のバケモンです。まあでもやっぱねこのデッキも強いしロケコンもねほんと強い。だから、ね、こういうデッキだと、まあ、絶対コメントでラツさんそれラバに勝てないですよとかまあ来るんですけど、勝てないとかないんですよね。別に勝てるし、その勝てないって確定してるわけではないですから、勝つ努力もねやっぱ大事だと思うんですよ。てかなんならラバも、まあ、型によると思うんですけど、ファイボとかヤナアメぐらいだったら全然いける。まあヤファイボぐらいかな、ちょっと厄介になるのはね。けどヤナアメザップだろうがファイボザップだろうが、まあ、限界突破ロケコはねヤナアメ耐えるんでね、ファイボではやられるんですけど、っていうのを生かして、まあ、回転も入るし、無限にロケコロケコロケコ出しまくると、ああ相性いいやんってなるんで、まあぜひちょっと、はい、挑んでみてくださいラバにもね。まあ、ちょっと大型ゴレとかラバとかでも防衛苦手なんだよなっていう方は、これあのインフェだったりとか、まあ、それこそスケがゴブリンだとか、なんかそういった方もあるので、はい、ちょっと形を変えてね、まあ、インフェは結構いいと思います。 KK かな、はい、がインフェでやって、よいしょ、あー素晴らしい。インフェでやってこれ KK ドリルっつってなんか開発してたら最後の方すげえ流行ってましたね。多分 KK が考えたっぽい日本のね。いやすごっと思いながら、はい、シーズン終了大入りしてました。これしかいないぐらいね。さあということでまあ直接対決とかねやっぱ多分ボムの方が強いんで、まああと幅広く戦えるかなっていうので、まあ、ボムでいいの方が使いやすい気はしてます俺は。さあで今回まあ26なんで、正直この守ってしまえば最後俺ロケコトルネロケコとまあドリルラッシュで勝てるんじゃないかなと思ってるんですけど、今んとこちょっと戦いにくい。さあでここで絶対1コス系来るし、ロケコの拡散強いよね。いやーこれ入ってるんですよね残念ながら。いやーでもいい防衛してくる。端前ロケコ決めたいね。なんか普通のロケコを後ろから出すのはまあいいと思うんですけど、限界トップロケコを後ろから出してファイブとかに処理されるのは本当にもったいないと思うんで避けたいよ。まあ、あーもうそれ素晴らしい。でもまあそれされるとちょっと俺からしたら苦しいよね。延命する。いやスケ挟んだらもう一回延命できたかもね。なんかアイゴレとかそう欲しかったんです。ものすごくものすごく欲しかったんです。よしよし、まあボムでもいいしトレネでもいい。延命できそうだったらして、一応ドリルのね、なんか、落下ダメみたいな、着地ダメあるんで。で、端前ロケコでもう削っていく。結構ね、ギャンブルでね、端前ロケコしていいと思いますね。まあ、絶対施設で受けてくるやんみたいになるとやめた方がいいけど、いや、強すぎ。しかも778って、ほぼ作るんだよね。はい。まあ、これはさすがにね、はみ出しの系。はい。まあドリル刺さらんやんっていうデッキではあるけど、ロケコで4000持ってけってデッキです。端前ロケコ読まれようが読まれまいがトルネもあるんで最悪。まあトルネ交えちゃろんね。ドリル飛ばしてトルネでそこにユニット全部集めて端前ロケコすると、まあ防ごうと思ってもねやっぱなかなか防げないんで、壊れ戦術がねまた新たに登場しましたね。トルネ交えちゃおう を継ぐトルネロケコ。さあ、おお、すごい攻めてくる。これ、赤い、あの鳥、キング起動できそうだな。あ、でも、ロケコがちょっかい出すとできねえか。さあ、相手のデッキは何でしょうか。ちょっとわかんないんですけど。おお、これ反射しちまうな。やべ、ウッドが、あー、ロケコ、ごめん。まあ、どうせ死ぬか。はい。文句上にゴブリンか。まあ、人気か？
とかね、ちょっと嫌ですよね。帰ってきちゃうね、自分に。そこだけちょっと気をつけたい。さあ、まあこれは別にいいとして、ここ文句いないサイクルなんで、正直やり放題です。セメウッドまで行きたいんですよね、俺は。ゴブリンいるんで。いや、タルーンの受けうまいね。てか文句で人気かと思わせといてのロイジャイですね、これ。まあボムロケコとかで耐えたいと思ったんですけど、よいしょ。いやー、ロケコ強い。しっかりね、さすがにね。うわー、この試合ちょっと戦いにくいね。なんかロケコめっちゃ強いんですけど、普通にもこの辺からとか、どっから打っても自分に返ってきちゃうとタワーにほぼ角で入っちゃうんで、これやばいね、これやばいよ。自分のロケコで1500ぐらいダメージ入っちゃうみたいなあるんで、これちょっと戦い方むずくねっていうちょっとむずくねって話なんですけど、まあロケコ出さないだったり、トルネでね、文句を後ろに剥がすっていう動きが大事になってくるから。ああ、全然タイミングが綺麗にかぶっちゃった。まあ行かれたら行かれたで。ここ、おってか、トリトンだけ行ってろ。優秀すぎる。ああ、めっちゃいいファイブだもん、それ。あの文句早く解けてほしいな。解けてくんないとさ、ゴブリン用です。お願い、反射しないで。反射しない。怖いね。ちまちま行くか。お、これはちょっといいんじゃない。まあ、ローキック行きたいんですけどね。まあ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 いい。いや、めっちゃ足前ローキック行って。いや、これさ、ファイブがあるサイクルなんで、なんかもったいなく感じちゃうんですよね、ローキック出すの。これやばい。あ、でもこれ、もう、マイティアイスピー最強説です。はい。いやー、ウッドじゃないんでね。もうこのマイティ一生残るし、これのロケコーやばいよ、あんちゃん。あ、やばい、俺がやばい。ちょっと待って。これね、タワーに入るかな、入るよね。いや、でもキング起動もする。よしよし、いや、残ってよねっていう話だけど、めっちゃ入っちゃる。いやー、ロケコやっぱ最強ですよね、正直。今の限界突破でね、無課金の方とか限界突破さ、何しようって考えると思うんですけど、まあ、絶対今だとロケコがいいんですけど、まあ、ここまでさ明らかに強いと下方が見えるんですよね。はみ出るゴブドリも強い。そう、さすがに下方あるやん、これ。来月かな。まあそれまでに緊急下方もありそうですけど、まあでもおすすめはね、ロケコですかね。そう、けどね、けど下方されます。さすがにこれは強すぎる。なんでまあ下方されるのも理解してローキック上げるか、まあまだ上げないっていう手もやっぱありますからね。限界突破シャード温存ね、ほんと気に入るまで。ロイもね、下方また入ってもおかしくはなさそうぐらいですけど、どうだろう。よいしょ。限界突破の強さの立ち位置をどんぐらいでいくかだと思うんですけど、運営がさすがにちょっと強い。まあスケとかやっぱそこまでそうね、壊れてないんで、それぐらいに落ち着くってなると、まあロイもロケコもまた顔起きますよね。さあ、で、まあ今回の相手はバルーンですか。ボルムバル、ボムバルはボムトルネでキング起動 GG があるので、相手のバルーンのダメージは俺のターンに入らないってことは、俺の負け筋はフェニバルか。俺の負け筋はまあディガー削り。ああ、いや、バルーンじゃねえ、チエンスケラだ。うわー、チエンスケラだいぶし、え、じゃあスケもあるんですよね。なんだこれ、スキアイスピフィン、あ、はみ出た。てかこれさ、マニーソじゃね。
はい、あー読んでんね、しっかりしてんね。いいよ、もう一回。いやこれ熱っ、焦ってポイズンだけどすり抜けて、あーそれ、いや耐えたらタレを使わないといけないよね。あーまあまあまあ、けどちょ、巻いて巻いて、邪魔スキルト、おい強すぎスキル限界突破してますけどね、まあ、してますけど、なんか限界突破したら HP もうちょっと増えるとかだったらね強そうですけど、だって迫撃も、あーただのリガーボイか、迫撃もロイもロケコも HP 増えるのにスケだけ HP そのままなんですよね、限界突破何があったっていう、まあ、骨はね骨らしく少なくあれっていう感じなのかな。ディガポイらしちょっと嫌ですよね。まあ限界突破ロケコでそんな関係ないんですけど、これしかもトレネあるんで、あトレネ使わなくてよさそう、まあ、フェに来たらあトレネ使います、これ強制回避不可、うっあー回避しやがったけど、普通のロケコも強いね。あの HP 増えたらねスケルトンじゃないですからね、まあ盾の持ったね縦線みたいな性能になるのはねすごい良さそうですけどね、縦線リンク突破したら縦線の HP になる仕様になる。さあ結構良さそう、まあこのデッキは弱点は何なんだろうね、まあそのなんだろうね、まあ、本当にやっぱ何だろう、むず、まあ、ホバリング砲とかなんかデッキというよりかは多分そういうサブカードが嫌になってきそうな気がする。あーこれロケコ処理してくれるのめっちゃありがたいっすね、なぜなら今のサイクルで普通に緊急起動されてたと思うんで、やっぱ序盤はねあんま緊急起動されたくない、そうだからまあそんななんか雑にロケコは使わない方がいいと思うんですけど、まあ、さっき出しちゃったんで、ね、さあゴーレムこれマイティもあって、まあボムですけどもしインフェだったらもうボコボコですしみたいなね、でヤナメ使った、わかんねえ、さっき使ったような気もしないことはない、てかマイティでこれ守れる、あーライトラインのか、ライトラインはまた話がね、それもすごいきつそう、まあドリル飛ばしてこれに出てきたのもなんか美味しくね、この残り物のロケがここで処理できたらなーっていう、マイティごめんな働けんで、さあヤナメ使ってくれる、これキングけど美味しいな、さあ緊急して、まあ、ババ適当に止めて、よしよし、さあゴレライドラもデッキが分かったら勝ちですよ、ってかこのロケを処理されない説があります、トルネさえライドラさえ回避すれば一生残れる、うわあのフェニックス700ダメ確定です、えぐいなその考え方、700ダメ確定、確定演出、はいでタルトが来たら延命します、ライドラね、これランバーのレイジでイカれちゃうかな、イカれないんです、あーフェニーにつままれた、もったいない、あーちょっと待って起き上がるのかい、あの結構まあいいや、さあキング起動してと思ったけどキング起動してましたね、あるあるです、まあこれはねちょっと攻めます、このドリルでプレッシャーを与えつつ右巻いても無視できないようにしてね、さあライドのあっち行ってくれるのでかすぎ、いやいかんのかい、まあ俺これ守れないかもしれないんで攻めます、まあ守れないとかないですよね、これでいやーロケコ強え、さあ468 限界突破してなかったらまたねどうだろうマッチングかもしれないけど限界突破してるからね、さあ、まあ、何が来てもあデフォロッピコデフォ
おい、デフォでも強い。それがロケコ。いや、やばいね。まあ、だから公営のね、そう、ライグルとかもね、地味に厄介ね。まあ、あとはトルネゴルネとかね。だからまあ、そういったサブカードが、ちょっと厄介かなーって。あ、スケラーですね。そう、気づいた。スケラーです。で、スケラーに勝ちたいなら、まあ、スケはゴブリンですね。はい。スケラーが一番きついっす。逆にそれ以外には、結構相性取れるようなイメージがある。さあ、メガゴー。まあ、スケラーがラバか。ディガー。いや、あれ、いや、禁忌されるのね。やっぱ序盤はね、抑えましょう。後半されちゃうのはいいんですけどね。仕方ない。ある程度削ってる。おー、ラバディガーとかかな。めちゃめちゃラバっぽい。いや、斜め早く使ってほしいねーっていう。いや、ダメでしたね。しっかりね。巻いて、しばけ。あ、それめっちゃでかい。スケギンこんな感じでやってくれんだ。これタワーまで歩けば爆破入れられます。これ、ワンチャン？あー、届かないね。さあ、まあ、ラバディガーか。ちょっとめんどくさいですけど、ラバディガーなのかな？まあ、ラバルもある。まあ、結局はロケット方式ですね。ロケット方式でどれだけ頑張れるか。で、ヤナメ使ってるサイクルなんで、ここのロケコは、もう何があっても延命しないといけないです。何があってもです。てか、まあ、延命できなくても、いや、できたわ。って思ったんですけど、延命できなくても最後近畿道でね、とか。思ったけど延命できて、ちょっと嫌な竹取りもできて、いやーゴブリンはみ出てる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 。しかもこれスケキン咲いてるんで、ここに当てれるカードがないんですよ。ロケコ、いや限界突破これ行ってもよかったかな。まあなんか同時にね処理されるのもったいない感じしたんで、あ、ごめん。いやーこれもう使うか、もったいないけど。いや、犬来てー。この限界突破はね、まあ、端前で使いたいっすね。いやー、まあ、これラバ来たら普通に出すか。さあ、最強です。で、何があってもこいつだけは延命します。何があっても。いやー、もう何があってもね。こいつが延命です。で、マイティ？いやー、もう、強すぎる。マイティで折れるやん。どこ持ったら、左サイドもね、地獄みたいなやつ来て、これも、はい、強制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 拡散、もう一発拡散、あーあー、すごいよね。これまあ正直限界突破じゃなかったら、まあ山雨ですし、ね、延命してもやっぱ厳しい部分もね、あると思うんですよ。光栄解けないとか。なんか相性とかひっくり返っちゃうんですよね。今まで、ああ、ロケコのデッキは美味しかったみたいなのが、勝てなくなっちゃう。まあやっぱ使ってて思うんですけどね、圧倒的最強ですね、今。ロケット奉仕。もう俺は好きだから、全然いい。好きなカードが最強なね、時代はね、やっぱ楽しいよね。まあ逆だったらちょっとあれですけど。まあ逆だったら、そのカードを好きになってあげればいいんですよね。そう、もうエリゴレとか、まあエリゴレは好きか。そのダクネ、すごい苦手なカード、まあ嫌いなカードなんですけど、まあ、ダクネがもし強かったら、まあダクネ嫌だなってなるんですけど、まあダクネ使います。はい。で、まあ気持ちね、嫌いをごまかしていく。まあでもやっぱ使えないとかね、ユニレベとかあるとね、ほんとただただ嫌いなだけで最悪な環境になっちゃいそうですけども、嫌いなやつもね、まあ、好きでいてあげる、まあ、好きでいられないなら、まあ、嫌いをごまかすために使っていい部分があるとちょっとだけね、おお、ちょっとええやんっていう、ちょっと可愛いやん。ダークネクロおばさんか、よいしょよいしょ。あ、これ残ります。マイティが体張ってね。いやーいやー、相手のマザリクの使い方うまいね。キノコ残るね、いいね。まあ、潜るか、潜って。このデッキというか、まあ、意外とマザーネックとかめんどくさいですね、なんか今やってる感じは。
まあ、けどロケコの範囲プラスウッドだったりボムプラスウッド、まあ、そこに最悪ねトルネードも組み合わせていくとなんとかなりそう。やっぱロケコ強いんです。しかもこれ限界突破ネクスト行きてえな。これさこの位置から行ってさ拡散入ったらさ面白くね。さすがに入らんか。ああさすがにあのアホ野郎でした。延命して、何があったも延命して避けたんじゃ。ああ避けねえか。さすがに。お、まあここで限界突破行きたかったね。ちょっとねやっぱ今の限界突破の使い方は下手っぴでしたよね。さあボム置いて、ここあえてファイボと当たる位置です。ファイボと当たる位置に置くことによって相手のファイボを誘ってロケット投手を残したいが、さあしっかり後ろロイで来ると。あロイにはマイティしっかり合わせてロケコ合わせて、これファイボを、まあ、回されてももう一回回るよねっていうスタイルね。いやロケコの拡散でザッピーいかれるやん。いや強すぎだろ。さあここでマイティ回し、ああやばいね。もうまあ、スケキンだけちょっと横に行こう。手前にいるんで。あこれやばいっす本当に。全てをぐちゃぐちゃにする。はい、やばすぎー。ワンパーンさあ限界突破ロケコがいれば相性悪かろうがワンチャンあります。はい、1回やれば約800ぐらいかな。まあ位置でもダメよるんですけどね。400だけ入るときと、まあ、1000ぐらい入るときと、まあ、差はあるんですけども、こいつぐればラスト10秒あれば3000ダメぐらいならひっくり返せます。さあそして26かな。もう相性がいいね。申し訳ねえけどアイゴロも大砲も全部射抜いちゃうよキノコで。これ限界突破してたら最高でしたけど。あこれ金起動できないんじゃない。やめて。うっ、いやー素晴らしい。まあ雑にロケコ割いちゃうとねちょっとこんな感じで禁忌されちゃうんですけど、まあされたらされたであんま関係ない。どうせドリル入ればラッキー程度で入んなくてもロケコなんでね。いやーマジで通らないんですからね攻めがね。さあ飛ばしてキングタワーにちょっと攻撃されたくないみたいな。いやーちょっといい位置じゃない、見出てんね。まあこれウッドトルネスキーとかでサホが来ない。単品来たらキング起動、セットできたらボムタワー、ファイブを打たれたらトルネでキング起動。はい以上です。いやこれがもうホグ使いいなくなっちゃうよねこんなデッキ使ってたら。取んねえじゃんってなっちゃうんだよ。よいしょ、いやー強すぎる。このデッキの完成度やばいですマジで。シーズン終盤に入るだけあってね完成度が。いやーネクスト来ました。はい、この時間が一番幸せっすね。出札にロケット押しあるこのね限界突破をさせるショットエリポみたいな、まあ、今は来なくなっちゃいましたけど。いやーこれ大砲のことあるんでねちょっと待ってでもいいかも。待って、ああいうのは強制ね。はいトルネで、あーすごいガチ延命できたかった。悔しい。さあ700ダメ入る。さあアイゴホグにはボムタワー、いやー突破ね試みるものの金起動してるかつ、いやーボムタワーも、まあ、ぶっちゃけ下方圏内なカードではあるよね。あそれはお上手、回してくる。よいしょ。ゴムもねなんだかんだ長生きしてらっしゃるんで、ネクストかな俺は。気持ちよくなれるやつ。あいやネクストじゃねえ。いやでも普通にやべえ。回転ウッドうまくね。サボるんだけどうちのキノコ。まあ右アイスピ左トルネでいいんで攻めちゃって、攻めウッドまで行きたい。削りっすね。あこれはうっ、これ入るよこっから多分。
いや、今の位置から入るのやばくないですか。意味わかんないよね。あ、素晴らしい。さあ、普通のだとさすがにここ入れんねん、入んないけど、限界突破してると入ったわ。いや、こうやって緊急確保行きます。はい、絶対行きます。すぐ行きます。